友達みやちゃんです。みやちゃん元気？元気よ。ねえ、みやちゃんはね、僕と一緒でね、まあ、いわゆる世間的に言うパーティーピープル、ね、どこのパーティーに行ってもいるんだよね、僕たちはね。ね、みやちゃんはどんなパーティーが好き？テクノですね。テクノだよね、うん、基本的にはね、うん、でもね、パーティーピープルっていうのは不思議なもんで、テクノパーティーだけじゃなくて、もうライブ、まあ、あの先週見せたあの SRL とかああいうのとかもね、行ったらパーティーピープルばっかりいたりして、うん、まあ、不思議なピープルだね、うん、パーティーピープルは。とりあえず楽しみたいというのがパーティーピープルのライフワーク。そうだよね。ミワは毎日楽しい？楽しい。毎日楽しい？すごい楽しい。ね、まあ、今日はね、2000年の過ごし方、ミレニアムの楽しいパーティーの話をしに、ね、ミワちゃんにいろいろ呼んでもらったんだけど、ミワちゃんちなみにどうするの？自分はミレニアムパーティーは。まだ決まってないね。決まってない。うん、決まってない。もうやばいよ、時間がないよ。どうしよう。ねえ、でもね、今日はね、いろんなパーティーを紹介しようと思って、うん、でここにね、世界中の今回のミレニアムパーティーっていうのをいろいろね、こう用意してみたんだけど、まあ、今日のメガロマニアックス、まあ、一応ね、ミレニアムっていうことで、やっぱり世界的にいろんなイベントがもちろんあるわけだけど、まあ、一応そういうね、テクノパーティーだったり、ミレニアムとりあえず祭るパーティー、そういうのにね、徹底的にスポットを開けて、ね、あのこうフィーチャーしていこうかなと思ってるんだけど、これ見るとさ、みやちゃんは何が一番面白そうだと思う？これかな、イギリス。イギリス、うん、イギリスのパーティーはすっごい楽しいから。うん、うん、ね、イギリスはもともとね、レイブとかを流行らせた国だからね、うん、ある意味ね。でも場所的にはオーストラリアにも行ってみたいよね。オーストラリアも行きたいね、うん。まあ、僕なんかはね、このね、サウスアフリカ、あ、僕じゃないですよ、バーキバキ的には、ね、あのこのサウスアフリカ、ね、エクスドリーム、トータルエクリプス、アルスヌジェン、もうね、ぎっしり揃ってるんだけど、まあ、あのブライアン・コジンはやっぱりこれ、沖縄ね、これに絶対行こうというか、これの一応オーガナイザーで関わってるだけに行くしかないというところなんだけど、まあ、今日はね、実はね、あの番組中にあのちょっとみやちゃんの力も借りて、この辺のパーティーのオーガナイザー、全世界を電話でつないじまおうという、またまた怖いことを考えてるんだけど、みやちゃんよろしくね。うん、ね、お願いしますね。まあ、これからね、どんどんやっていくんだけど、ここでね、一曲ちょっとクリップ行ってみたいということで、まあ、とりあえずね、トランスという、まあね、そのいろんなテクノがあるけど、トランスというのがメインでお送りしていく今日のこの番組、ゴッドオブトランスということで、ジュノリアクターのクリップをここで用意しています。早速見てみましょう。ジュノリアクター、ゴッドイズゴッド。